皆さんこんにちは、かっちゃんです。ギョニャベということで、今日は先日土鍋を使って牛まぶしを作ったんですけど、今日はコストコで購入した鶏もも肉を使いながら土鍋でカオマンガイを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。2合分の研いだお米に浸る程度の水を加え、30分浸水させておきます。鶏もも肉の余分な筋を切り落とし、身の厚い部分に切り込みを入れながら身を広げたら、包丁の先端で数箇所穴を開け、酒大さじ1、塩コショウ少々を振り、30分ほど置いて室温に戻しておきます。きゅうり1本は斜めに包丁を入れ、大きめに輪切りしたら細切りし、トマト2分の1個はヘタを取ったら薄切りします。レタス2枚ほどは食べやすい大きさに細切りしておきます。ボウルに醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1、砂糖小さじ2、酢小さじ1、すりおろし生姜小さじ1、水小さじ2、ごま油小さじ1、味噌小さじ1を溶かし合わせたら、長ネギの白い部分2分の1本をみじん切りし、調味料に加え混ぜ合わせ、タレを作っておきます。はい、では今30分お米を浸水したので、土鍋に水 380ml、 ガラスープの素小さじ1、すりおろし生姜、にんにく各小さじ1、水気を切ったお米を加え全体を混ぜ、表面を平らにしたら、室温に戻した鶏肉を皮目を下にして入れて、あとはネギの青い部分を15センチほどですね入れたら、火にかけて沸騰させていきます。前の動画のコメント欄に蓋はしなくていいんですかってコメントがあったんですけど、皆さんに沸騰の様子が分かるように蓋を開けているだけなので、この状態でね蓋していただいても大丈夫です。沸騰のサインはこのね蒸気口から湯気が出てくるのを目安に加熱してみてください。はい、では今湯気が出てきて、中はこんな感じで沸騰し始めたら、弱火にして15分炊いていきます。止めて、自分で止める。はい、では15分経ったら火を消して10分蒸らしていきます。では10分蒸らして炊き上がったら、一旦鶏肉を取り出していきます。ではネギも取り出していきます。鶏肉を取り出したら、炊き上がったお米を混ぜていきます。ほんのりおこげができる感じに炊き上がってます。おちん、お米を混ぜ終えたら、前回同様錦糸卵を焼いておいたので、ちょっとカオマンガイには珍しいんですけど、このね錦糸卵をすごく美味しいので全体に散らしていきます。卵を散らしたら、火傷に気をつけながら鶏肉を切っていきます。こんな感じで中までしっかり火も通ってます。鶏肉を切り終えたら、切っておいた野菜を全体にトッピングしながら鶏肉を乗せていきます。あと作っておいたタレを鶏肉にかけていきます。OK。 はい、ではこんな感じで土鍋で作る屋台飯カオマンガイの完成です。
じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は土鍋を使いながら顔まんがいを作ってみました。それでは本日は旅する氷結ハオチーライチで乾杯。乾杯。くーおいちい。じゃあ早速いただきましょう。この間の牛まぶしもバレンタインに作ってくださった方が何人か見えてありがとうございました。コストコで鶏もも肉買ってきたので今回は顔まんがいを作ってみました。じゃあまずはねこの鶏肉からいただきましょう。おいちきーん。お米の上に鶏肉をドーンと乗せて一緒に炊くことで弱火でじっくり蒸し焼きのような感じになるので鶏肉がしっとりと仕上がって鶏から出た旨味がご飯に染み込んですごく美味しく炊き上がります。鶏肉を入れる分少し水の量を減らして炊くことでお米もいい具合の硬さに仕上がると思います。長ネギをたっぷり入れた甘酸っぱいタルト、鶏肉がよく合ってご飯や野菜にもすごくよく合ってて本当野菜もご飯もすごく進むような味付けになってます。今回私は鶏のもも肉が好きなのでもも肉を使ったんですけどもしちょっとあっさりめに作りたい方は胸肉を使いながらぜひ作ってみてください。顔まんがいに錦糸卵はちょっと珍しいかなと思うんですけどこの間の牛まぶしの時もすごく間に入れた錦糸卵が美味しくて今回も錦糸卵を入れることによってちょっと豪華な感じに美味しく仕上がると思います。今回結構ねタレにも生姜いっぱい入れましたしご飯にも結構多めに生姜入れたのでこの生姜の風味がねまた何とも鶏肉に合って美味しい味付けになってます。うん。はい、ということで今日は冬場に活躍する土鍋を使った顔まんがいを作ってみた動画でした。しっとり柔らかで大きな鶏肉と長ネギがたっぷり入ったタレがすごく美味しいレシピで土鍋でふっくら炊き上げたご飯と鶏肉このタレがすごくよく合ったレシピだと思います。鶏肉もご飯を炊くときに一緒に火を通せるので少ない工程で作れてお肉も美味しいんですけど野菜もたっぷり取れるようなレシピですので気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ鶏。やっぱり卵を入れたいんす。